なあ、あんた何もしないなあんた正月っぽくの。バイトよ、バイト。もうバイト。時期上がんねんな。上がってない疑惑はね、あれは。いよいよ。書いてなかったし、上がるって。いよいよやな。ケチり出したな。ファミマって厳しいねんな、実は。うん、そんな厳しい。フランチャイズはそんな厳しい。なんか黒髪やないとあかんねやろ。なんか聞いたで、噂で。あー、坊主もなんか最初審議にかけられてたわ。あー。入るときに。坊主はええやろ。お前でヒゲちょっと生えてんのもええねんな。坊主はね、坊主どうやろうみたいな感じやってんけど、うん、その前に、うん、あのドレッドヘアの子がおったらしくて。ああ、ほなもう、うん、なあ。いやでもドレッドは分かるけど坊主は分かる。ジャマイカ、ジャマイカじゃんお前みたいなことを言い出して。ファミリーマートジャマイカ店じゃんそれ。ジャマイカやったらええやろ坊主は。いやドレッドの方があれやろ、持ってるやろ。そんなドレッドってみんなにもうなんで許されてる髪型なの。なかなか犯罪者の方やろ。そうやな。あいやさすがにいいやろって言うたら、まあまあ大丈夫かみたいな。いや大丈夫、何言ってんの。何言ってんのお前。おいなかなかよ。じゃあそれオーナーも、オーナーの息子の店長もバンドマンやね、うん。あ、うん、あの改造心臓もバンドマンの。バンドマン、いまだにやってんねん。あ、親父バンドの方。うん、イーグルスやろ、どうせ。じいさんやけど。あ、多分その辺が好きなんちゃう。うん。で、なんかその髪型には結構、うん、もう寛容やねん。寛容やねんけど、まあ本部が、あ、まあ、本部がどういうかみたいな話になってくるんだけど。一応な。うん、うん、やっぱバンドマン的には坊主は良くないんちゃう。いや、ええやろ。あんまおらんくない。7でおって、7で滑ってたやつ。安な。安か。すごいエッチなグラサンしてたよ。安な。ブラックストーン吸ってる安な。ダサいよな。ブラックストーン吸ってるのダサいよな。もう誰でもダサいと思う俺、ブラックストーン吸ってるやつ。いや、安はかっこよかった。いや、ダサかったわ。安かっこよかった。あいつだって20代やろ、まだ。あ、そうやね。前半やろ。うん。ダサかったな。やってんな、あっちゅう。20代やな、多分。20代やろ、さすが。あの30代の7なんか見てられんやろ。地獄やろ。おっさんおばはんが30代の7は見てられんな。やったやらんや言うて、うん、何を過呼吸なってんねん。どうでもええわ。ええばばとじじいがちゃっちゃくガキ産めよほんまに。腰痛の話とか入ってくんねやろたまに。急に腰痛の話とか入ってくんねん。痛い痛い痛いとか。あとあれバンドの楽器重いとか。30代はまだ重い、ね、いや重い、やっぱ重なってきたなみたいな変な話あるやろ。あいつあのネックレスに鍵ついとんねん。かっこええな。ネックレス南京錠みたいなやつで鍵ついとんねん。で鍵を誰か持っとんねん。女が持っとんねん。かっこええな自分が。確かそんなやった気するわ。かっこええな。好きやった俺だな。うわだからもうだもんなお前。お前グラサンしてたしな昔。してうわブラックストーン吸ってたし。ナナは好きやったな。かっこええなお前。もう泣きながら読んでたな。ナナ嬉しすぎたやろ。新刊出た。うわブルブルブル。村上春樹の春キストみたいな感じ。